こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。2020年5月オスプレイがようやく岩国基地に到着する頃、運搬船から運び込まれる。反対運動が行われている頃、また日本では別の技術が開花している。では、今回、世界トップの救難飛行艇の話をしていこう。日本の救難艇 US-1 は、戦前からの実績とノウハウを受け継いで、長年、日本の海で活躍してきました。新明和工業が開発し、1975年、昭和50年に1号機を当時の防衛庁へ納品。水陸両用の飛行艇として活躍します。US-1 の完成を受けて、海自に救難飛行艇部隊第71航空隊が発足したのは翌1976年のことでした。その後も改良を加えながら、 US-1 は20機を2004年平成16年までに納入したそうです。それほど重宝されていた機体と言えるでしょう。近年の緊迫する世界情勢を考慮し、日本政府は武器輸出三原則の緩和に舵を切りました。この変化を受けて、インドでは海上自衛が配備している US-2 型救難飛行艇の導入を決めました。この US-2 型救難飛行艇ですが、US-1 の後継機として新明和工業は開発したものです。この救難艇が注目を集めるきっかけがありました。それは2013年平成25年のことですが、某アナウンサーが全盲のプロセーラーとヨットでの太平洋横断を試みたそうです。しかし、巨大生物、クジラらしいと衝突し、ヨットは浸水します。水没しそうなヨットから脱出し、10時間ほど漂流した後で海上自衛隊に救助されました。その時に救出作業に当たったのが、この US-2 だったのです。この遭難事故については、当時、自己責任ということで騒がれたり、様々な裏話もあるのですが、今回は、救難艇について、スポットを当てたいと思います。US-2 型救難飛行艇は、世界的にも高い評価を受けていますが、基本となったのは、前述の通り、新明和工業が開発し US-1 型救難飛行艇でした。もともと、この新明和工業という会社は、戦前は川西航空機という航空機製造会社でした。現在も自作プラモデルなどで人気のあるし、電解など太平洋戦争時の日本軍の戦闘機を製造した会社だったのです。ちなみに、当時世界最大と言われた錦飛行艇、通称、錦大艇も、この会社製でした。いわば、飛行機にかけてはプロフェッショナルだったわけですね。この錦飛行艇こそ、
US-1 や US-2 型救難飛行艇のルーツともいえる飛行機でした。旧日本軍の兵器ですから、戦争が終わると当然の祝アメリカに接収されたのですが、その完成度の素晴らしさにはさすがなアメリカ軍人も驚嘆したというエピソードがあるそうです。川西航空機は飛行艇だけではなく水蒸気の分野においても当時の世界最高水準に達していたと言われています。水蒸気というのは当時の潜水艦や巡洋艦、戦艦などの艦艇にも搭載されていた航空機のことで、主翼の下に浮き、フロートが取り付けられていました。これらの艦艇から発進した水蒸気は、そのフロートを使用して洋上に着水し、再び母艦に帰還するという方法で活動する航空機だったのです。では、飛行艇とはどこが違うのでしょう？飛行艇は胴体部分が浮きの役割を担っている航空機なので、この違いによって水蒸気、飛行艇と異なる名称で呼ばれるようになっています。太平洋戦争終結後、新明和工業として再生した川西航空機は、錦飛行艇で培った技術力を認められて、海上自衛隊用の航空機の開発に乗り出しました。戦後の海上自衛隊が必要としていたのは、対潜哨戒用、潜水艦の位置を知り、攻撃に備えるの航空機でした。それが BS-1 飛行艇として採用され、やがて量産されるようになっていきました。その後、この対潜哨戒用飛行艇は、多タイプの対潜哨戒が、発達したことによって需要がなくなっていきます。しかし、海自では別の用途、つまり飛行艇が救難活動をする可能性を模索していたようです。この考えもあり、敵を発見するためではなく、海上での救難活動を主要任務にする飛行艇を開発するという方向へ変わっていったのです。そして、新明和工業が製造した製品 US-1 型飛行艇が1975年に納入されたことは前述しました。この US-1 型飛行艇、改良型の US-1A 型飛行艇は、合計20機が就役しました。そして、US-1A 型飛行艇をさらにバージョンアップさせた。US-1A 改め型飛行艇が2007年、平成19年から US-2 型飛行艇という名前で現在活動中ということになります。長年頑張ってくれた US-1 型飛行艇は2017年末に全ての機体が退役しました。現在は US-2 型飛行艇が任務を託されて就役中です。これら救難飛行艇について詳しく説明しましょう。US-2 型救難飛行艇は、ターボプロップエンジンを翼の下に4機備えていて、長さ 33.25M、幅 33.15M、高さ 10.06M と、かなりの大型です。
救難飛行艇の搭乗員は海上自衛隊員11人で構成されていて、操縦士2人、整備員1人、潜水士3人、救護士2人などを含めてチームとして乗り込むことになっています。救難飛行艇は海上から離れ着水のできる航空機ですが、海ですから当然波があります。その影響も考慮して行動する必要があります。ところが、この US-1 と2型は、海の上が荒れた状態でも、波が 3m の高さまでだったら着水できるという滅多にない優れた性能を備えた飛行艇なのです。波の高さ 3m というのは、漁船なら出航を見合わせるほどの高さとされています。海に詳しい漁船が出航しない状況下でも着水できるというのは、US-1 と US-2 がどれほど高性能であるかという証明とも言えるでしょう。この高い性能は、日本がその周囲を広い領海に囲まれているという地政下にあるからこそ必須の条件として求められたものです。そして長年の技術開発と積み重ねてきた経験のおかげで実現したものでもあります。一般的に海の上での救難任務を行うといったら、空中でホバリング、停止飛行できるヘリコプターと思われるかもしれませんが、飛行艇はヘリコプターに勝るとも劣らない能力があるのです。何と言っても移動速度です。つまり、救難現場に素早く駆けつけることができるスピード、時速約 480km と長い航続距離約 4700km です。これはヘリコプターをはるかに凌駕するものです。とは言っても日本国内需要に頼っているだけではこのような優れた飛行艇を維持し性能向上を目指すにしても限界があるというのも厳しい現実です。そこで、冒頭に紹介したインドへの輸出ということになります。海外への輸出は、飛行艇の新たな可能性を開くものとなるはずです。世界的に見ても、海上から離発着できる飛行艇は汎用性が高いこともあって、その需要は非常に高くなるだろうと推測されます。海難事故だけではなく、台風や津波などの天災にも対応することも考えられますから、必要性が高いことは容易に想像できますね。US-2 型飛行艇ですが、機体容量が大きいので、一度に輸送できる貨物量もかなり多くなります。したがって、離島への輸送も期待できますし、天災等で飛行場が使用できなくなった場合でも、活動可能と思われます。また、新たな任務として、消防活動という分野も注目されているそうです。例えば、東京消防庁で使用している消防用ヘリコプターの容量は、約2700リットルですが、US-2 型飛行艇の消防使用機の容量は、その約5倍もの大きいものになっています。世界に
救難飛行艇は数多くありますが、これだけの航続距離を持ち、高波にも強いし、航続距離も長く、しかも速度も速いというまるで、夢のような素晴らしい救難飛行艇。これが日本で開発されていたのです。製造元の新明和工業の技術力の高さには驚嘆してしまいますね。活躍中の US-2 には、先輩である US-1 の救難ノウハウが引き継がれています。救難艇は簡単に活動しているように見えますが、実際は過酷な時の方が多いと言われます。言うまでも、乗員の体力的な問題も深く関わってくるでしょう。万が一のことがあって、出動となったら、乗員が全員で任務に当たります。誰一人欠けても、しっかりとした救難活動はできません。安全かつ急いで、しかも悪条件下での任務ですから、体力と精神的なダメージも大きいのは言うまでもありません。しかし、過酷な任務であっても、日本が誇る素晴らしい US-2 での救難活動が今後も続いていくことでしょう。